はい、こんにちは、タケチャンネルです。今回はですね、タミヤの、アルファロメオ 155V6TI の、続きと見せかけて、実はもう完成してしまいました。で、まあ、ちょっとね、あの店のお客さんとやってるコンペで出す予定だったので、ちょっとね、予定的にかなりギリギリになっちゃったのもあって、ちょっと動画を撮る余裕がなく、そのまま完成させてしまいました。はい、なので今日はもう完成状態で、ご覧いただくっていう形で、ご紹介していこうと思います。というわけで完成状態がこんな感じになります。もともとね、こういう感じでもうバラバラにした状態でこう飾ろうと思ってたので、一応これで完成っていう形に、しようと思うんですが、まあ完成というか、まだもうちょっとだけね、ディテールアップしようと思ってるんですけれども、まあちょっとコンペのね、発表までにとりあえず形にしないとっていうので、とりあえず今現状この状態まで組んであります。で、あとこれプラス、まあちょっと配管類とか、細かいところの修正、あと下に引くね、ディスプレイベースっていうのもちょっと今回は作ろうと思ってるので、それはまた、後日やろうかなと思っております。はい、とりあえず、こんな感じでできましたよっていう形だけご報告をさせていただこうと思います。はい、というわけで、まあ、ちょっと動画に撮ってない部分をまず中心にお話をしていこうと思うんですが、っていうかその前に、まあ、なんでこういう、形にしたかっていうとですね、まあ、この当時、まあ、今の F、まあ、今のレーシングマシンとかもほとんどそうなんですけども、基本的にね、ドアって、まあ一応開閉もするんですけど、すぐに取り外せるようになってるんですよね。レーシングカーのドアって。もうヒンジにズボッと上から差し込むだけっていう形のヒンジになってて、まあ、すぐに取り外せるようになってます。これはまあ、事故をした時とかで、こう、ドアが変形したりとかで開かなくなった時に、ささっと取り外せるようにっていう形で、こういう、設計になっています。はい、ちょっとお客さんが来ちゃいまして中断しましたけれども、まあこんな感じでレーシングカーって大体、ドアとかはこう外れるように、まあ、乗員保護のためですね、クラッシュの時とかにこうドアが変形して開かなくなったりとか、開かなくなったりじゃないか、まあなんかドアが外せるようにしておかないとダメみたいなレギュレーションがあったりするんですよね、 DTM の場合は。今のスーパー GT も確かドアがね、すぐ外せるようになってるんで、まあ、ドア開けてるとね、ピットの中狭いんで邪魔になるからっていうのもあって、大体の場合ピットに車入れるとドアをスッと外すっていう光景がすごく多いんですよね。なので、今回のこの車もドアを開けて、まあ、開閉にするんじゃなくて、こんな感じで脱着っていう形で外した状態にしておくっていう感じにしてあります。はい、でまあフロントカウルとかもこの辺はもうヒンジがついてるとかじゃなくて、もう外して、横に置くっていう感じ、メンテンするときはね、外して横に置くっていう感じなので、これもこんな感じで外してあれっていう感じにしてあります。でまあ一応ちゃんと全部つけれるようにはしてあるので、ドアとかもこのまんまスポッとはめ込んだらちゃんとその位置にくっつくようには作ってあるので、一応こう全部閉めた状態っていう形で飾ることもできるようにはしてあるんですけれども、一応基本的にはこういう形で、こう外して、まあ、ピットの中に止まってるっていう状態に状態をイメージして、制作してみました。まあ、こういう風にしておくとね、内装とか
がしっかり見えるっていうのもあるので、こういうのもいいかなというふうに思ったので、こんな感じにしてみたという感じです。まあ、普通にやっても面白いですけど普通に作っても面白いですけど、まあ、ちょっと変わったことをしてみたかったっていう感じなので、こんな感じにしてみました。はい、ちょっと、細かいとこ見ていこうと思います。なんでちょっと手持ちに変えます。はい、でまずはね、ちょっと動画で撮れなかった部分、この辺のフロントのインテークのダクトですね、この辺とかは一応全部、カーボン型取りしてカーボンデカールを貼り付けて、フラットクリアを拭いてツヤを抑えてっていう形にしてあります。こんな感じで、この下のリップとかも全部これはカーボンを貼り込んであります。ちょっとねここ接着の時にね端っこパリパリっと割れちゃったんですけども、まあ一応こんな感じで、真ん中黒い部分はカーボンデカールで、ここのグレーのとこだけキットに付属のデカールを使ってっていう感じで貼り付けてあります。こんな感じで、まあ、エンジンのフロント側にこういう感じでくっついてて、ブレーキダクトの部分だけエナメルで筆塗りしてあります。まあ本当はここをね、ぶった切っちゃってこうなんかパテかなんかでダクトを作るっていう方がよりリアルだとは思うんですけど、さすがにそこまでのスキルはちょっと今の僕では難しいかなと思ったので、今回は一応こういう形にしてあります。はい、でまあここにねオイルタンクがあるんですけども、こっからホースがね何本か出てるんですよね。でその辺を、今後再現していこうかなと思ってます。その辺とか、あとこのサスペンション周りとかの配管、その辺を、この後追加していくっていう形で工作していこうかなというふうに思っております。はい、でまあこっちのドアの開口の部分を見ていくとこんな感じ。まあ、ここは前にも一回見せたかもしれないですけど、まあ、こうドアを開けてることでこんな感じで内装が割としっかり見えるようにはなってます。まあ、ちょっとシートベルトはね今回ちょっとつけてないんですけれども、一応こういう感じになってます。はい、まあ、助手席とかもね、配線あえて追加したりとかカーボンデカール貼ったりとかしたので、こういう風に見えてると、かなりそれっぽく見えるんじゃないかなと思います。でまあ内装関係も、これプラス配管があれこれあるんで、その辺も後々追加はしていこうかなという風に思ってます。こんな感じ。この燃料タンクの隔壁もねカーボンデカール貼ってあります。こんな感じで、まあ後ろの方はね特に何もなくて、まあこのリアウィングだけ、カーボンデカールを貼ったっていう感じですね。カーボンデカール貼ってクリアを振ってますっていう感じになっております。こんな感じ。はい、で、この今下の部分こんな感じで、3箇所、下にプラ棒を追加してこうジャッキアップ状態にしてあるんですけど、これはねここにエアジャッキが3箇所あるんですよね。フロントのバラクヘッドに2箇所で、後ろのデフのところに1本1箇所っていう形で3本エアジャッキがついてるんですけども、まあ、そのエアジャッキのイメージで、まあ、エアジャッキの中心に 1mm の穴開けて 1mm の真鍮線を使って、まあこれランナーですけどね、この下に追加してるのは、ランナーをこう固定してるっていう形にしてあります。なのでこれはね外せるんで、差してあるだけなんで外して、まあ、タイヤつけてあげれば地面に設置させてあげるっていうこともできるんですけれども、まあ今はこういう形の飾り方にしてあります。でこれもちょっと時間的に間に合わなかったんですけど、本当はねちょっと塗装とかもしようと思ってたんですけど、今はちょっと黒の成型色のまんまになっております。はい、こんな感じで、あと、まあこのエンジンのインテークですね、インテークのボックスなんですけども、これも一応カーボン製になってたのでカーボンデカールを貼り付けてあります。ちょっとここのねアルファロメオのマークのところ
細かいところをきっちり完璧に密着させるのがなかなか難しかって、ちょっとこうマークが潰れたみたいな感じになっちゃってるんですけども、それよりまあ貼ってないよりは貼ってる方がやっぱり雰囲気が出るかなっていうので、こういう形にしてあります。はい。であとまあこっちのドア周りは、このクリアパーツ、窓のクリアパーツは、各ドアの形に合わせて切断して形を整えて貼り接着してあるって感じです。で、ドアのインナーにはこんな感じでカーボンデカールを貼ってありますという感じになってます。でね、これね、ちょっと作ってる途中で動画を見つけて、この車の動画をね見つけて見てると、このドアもね、どうやらカーボンみたいなんですよね。でこの裏側がフルカーボンになってる車両と、こういう風に塗装されてる車両両方あったんですよ。なんでもうその動画を見た時点で、もう白に塗ってしまってたので、今回僕は白のまま行ってます。ただこの裏側がフルカーボンむき出しになってる個体もあるので、その辺はね好みで選んであげたらいいんじゃないかなと思います。フロントもリアもそうですね、フロントもリアも、こういう形になってます。なんかちょっとこれ表面荒れてるんですけどね、まあこんな感じになってます。まあ、その動画見たらわかるんですけど、このドアがカーボンのドアなんでね、すっごい軽いみたいで、普通にピットの奥からおっちゃんが指2本で持って走って出てくるっていう映像も映ってたりします。っていうぐらい軽く外せるんで、重さも軽いし簡単に外せるようになってるんで、まあ作業するとき邪魔になるから、もう基本的には外してるっていうのが多かったみたいです。はい。なんでこんな感じで、外しておいてあります。でまあちょっとこれはね、ちょっと合間を見てこのドアを立てる用のスタンドなんかを作ってみようかなというふうには思ってます。はい、こんな感じで、まあタイヤはもう外したままこうやって置いてるっていう感じですね。はい。あ、センターホイールナット塗ってないな、センターロックの。でも外してる状態だからホイールナットついてるのもおかしいんだよな。まあいいか、ちょっとこのホイールナットだけ後で塗っておきます。これすっかり忘れてました。はい、こんな感じ。まあ一応ホイール自体は、EX ホワイトで塗った後にデカールを貼って、でクリアでコートしてるっていう感じですね。こんな感じ、だから光沢のホワイトっていう感じになってます。はい。あとまあディフューザーはもう単純にこれ黒サフですね。これ透明パーツだったんですけども、これは黒サフで塗ってます。でちょっとカーボンデカールがなくなっちゃったっていうのもあったので、カーボンデカールはとりあえず現状貼ってないんですけども、これも後々貼っておこうと思います。はい、こんな感じで、あとまあ下のねディスプレイベースを作って、まあちょっと簡単なジオラマっぽい感じにしてみようかなと思ってるので、またそれが完成したら何かの形でご紹介しようと思います。とりあえず、今回のこのアルファロメオ 155V6TI、 あれで TI なんですかね、 T1 なんですかね、どっちなんだろう。なんかね、人のブログを見てたら T1 って書いてる人もいたんで、ちょっとどっちなのか僕も自信がなくなってきたんですけども、の制作はとりあえず今回で一応完成っていう形にさせていただこうと思います。はい。まあこんな感じで、ちょっと、珍しく改造なんかもやってみたんですけれども、まあとりあえずなんとか形になって、締め切りまでに間に合ってくれたので、よかったかなと思います。はい。まあ今後もね、こういうちょっとした改造とかもたまにやりつつ、まあ基本的には素組でっていう感じで、ストレート組でっていう感じで、他のキットもやっていきますので、
また他の動画とかも見たいと思っていただける方は下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録をしていただけますと最新の更新情報など見ていただけますのでぜひよろしくお願いいたします。あといいねとかコメントとかいただけると非常に励みにもなりますのでぜひよろしくお願いいたします。というわけで、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。